レンボルクは、ポーランド北西部の中ポモージェ地方にある町。人口約3.7万人。ウェバ川とオカリツァ川が流れる。1999年、それまでのスープスク県から、ポモージェ県レンボルク郡の中心地になった。ドイツ名ラウエンブルクイン・ポンメルン。この地域の気候は穏やかで、1年を通じ十分な降雨がある。 ペンの帰国分の西岸海洋性気候にあたる。14世紀、中東騎士団が築いたオルデンスブルク城町はもともとウェブノというポーランド人の村だったが、中東騎士団の進行後、ドイツ風にレビンもしくはレビンブルクと解消された。1341年、中東騎士団総長のディートリッヒホガルテンブルクは、スープスク一帯の領土防衛のためと考えられているが、 ルヒャー・フォン・エメリヒに百風天を封じるとともに、レヴィンブルクにクルム県を与えて町とした。騎士団は1363年に市街の東にオルデンスブルク城を築いた。1410年のグルンバルトの戦いの後、城は一部破壊された。1440年、町はプロイセン同盟に加盟した。人口はカシューブ人が大半を占めた。 1454年に13年戦争が始まると、ダンツヒの軍勢が、ラウエンブルクとビュートフを攻略したが、翌年、同盟結成を画策した、ポメラニア港、エリク2世に追い返された。中東騎士団にとって変わったプロイセン同盟への中誠を守り続く、ポーランド王国側のダンツヒ軍が1459年に、ラウエンブルクを再占領すると、町長のロレンツセンフトプフは、 中ン騎士団との交渉に入った。その翌年には再びエリクの差し金で中ン騎士団が奪還したが、エリクは戦争中に寝返った。13年戦争で中ン騎士団は壊滅的敗北をこむったが、ラウエンブルクとビュートフはポメラニア交領となった。1466年の第二次トルンの和訳では、ラウエンブルクビュートフ領として彼の後継者の所領となった。 14世紀の聖アーコップ教会中世の死壁の一部、旧フリーメイソンロッチ宗教改革は、1519年を少し過ぎて、ラウエンブルクに伝わった。1637年に、ポメラニア公ボギスラフ9世が亡くなると、ポーランド王ブアディスワフ4世に相続された。対抗宗教改革は、ルーテル派のこの町に大きな影響を及ぼした。 北方の諸戦争ではスウェーデンに占領された。対スウェーデン同盟を構築するため、ヤンニセイは大洪水時代の1657年に結ばれたブロンベルク条約で、ラウエンブルクビュート不良を世襲領として、ブランデンブルクプロイセンのフリードリヒビルヘルムに譲った。1658年、退却するスウェーデン軍は、ラウエンブルクに火を放ち、70軒の家屋と町役場が破壊された。 フリードリ・ヒビル・ヘルムは復興のため、町に向こう5年間の租税を免除した。1682年にもラウエンブルクで大火が発生した。1701年、ラウエンブルクはプロイセン王国に編入された。第一次ポーランド分割後の1773年のワルシャワ条約でプロイセンに完全な主権が認められた。 ラウエンブルクビュトフ領ははじめ西プロイセンに含まれたが、1777年にプロイセン領ポメラニアに移管された。ナポレオン戦争が終結した1816年には、ポメラニア州のキョスリン行政管区に組み入れられた。ラウエンブルクビュトフ領は1846年に分割された。1852年、ダンツヒシュテッティン管に、 プロイセン東部鉄道ができると工業都市として発展を見せ始めた。ドイツ統一によって1871年に町はドイツ帝国の一部となった。第一次世界大戦後、旧西プロイセンの大部分がポーランド回廊としてポーランド第二共和国に割上されるとラウエンブルクとその周辺に多くのドイツ人が移り住んだ。1933年、 ビリー・フルケルの指導で高等市販学校が設置された。サッカークラブの SV ストゥルム・ラウエンブルクはガウリーがポンメルンに所属した。1866年には当時の中心的な企業からによってフリーメイソンのロッジンが組織された。第二次世界大戦中、ラウエンブルクにはシュトットホーフ強制収容所の文館であるラウエンブルク強制収容所が置かれた。 1945年3月10日、赤軍が市外に無血入場した。旧市外のほとんどが焼け落ちたが、ゴシック様式の聖アーコプ協会と城に被害は出なかった。この時、およそ600人が自決した。戦後のポツダム宣言に従って、町はレンボルクとしてポーランドの死生下に入った。残留ドイツ人は追放され、ポーランド人が取って変わった。 町内の鉄道駅には、レンボルク駅とレンボルク、ノビシビアト駅がある。第二次世界大戦終結以前のラウエンブルク市民の大部分はプロテスタントであった。レンボルク町の合同庁舎名誉市民、夫をフォンビスマルク最小。ありがとうございます。